妹よ、今日は戦車には乗らず、プライムゲーミングさんとのコラボイベント、スナッチの紹介をさせてもらっちゃおうか。了解だよ姉ちゃん。スナッチさんといえば、今ちょうどバトルパスでもコラボ中のものだよね。うむ。映画とのコラボで、登場するスタッフォードシャーブルテリアちゃんが、とっても可愛いやつだね。いいね、お姉ちゃん。そしたら早速報酬の紹介をさせてもらっちゃおうか。今回の目玉報酬は、なんとそのとっても可愛いスタッフォードシャーブルテリアちゃんの、登場インスキンだね。登場インスキンということは、今いるクルーさんの見た目を、この子にできちゃうってことなんだね。うむ。ただボイスに関することとかは書いてなかったと思うので、多分ボイスなんかは全部そのままの、本当に見た目の変更だけっぽだね。あわう。でもコマンダーさん以外にも適用可能な、汎用タイプみたいだもんね。うむ。ちなみに性別は男の子になるので、使用可能なのは男性クルー限定になるようだね。また他にもデカールや勲章、プレアカ1日分、勝利時経験値5倍剣5枚がもらえるね。いいね、お姉ちゃん。次に選べる追加特典は、今回2個選ぶことができ、12期間のレンタル車両として、ギア8プレミアム戦車から、英国のキャリバンさん、ドー5倍センチさん、ドイツの105カノパンさん、そしてティア7から、ソ連駆逐の SU-122-443 となってるね。緑の数字はサーバー平均勝率になるけど、今回はキャリバンさんが勝率高めだね。うむ。正直ネタ枠系の子だと思ってたので、勝率 50% 超えは意外だった気もするね。あわう。それからレンタル車両がいらない場合は、勝利時経験値5倍剣5枚や、英国麺の飲み物、紅茶が選べるね。それからこれも恒例になるんだけど、今回も専用ミッションがあって、ティア4以上の子でランダム戦をスコア10位以内で勝利すると、登場員さんの経験値が2倍になり、さらにトークンが1個もらえるね。トークンを集めていくとさらに色々アイテムがもらえるけど、全部もらうにはトークンが90個必要だから、そこはちょっと大変だよね。うむ。ちなみに今回は期間が2月16日までなので、約一月だね。とはいえランダム戦で遊んでるだけで勝手に進むミッションになってるので、とりあえずイベントを受けておけばお得、ってくらいの感じでも気楽でいいよね。そうだねお姉ちゃん。私たちもほとんど意識してないもんね。だね。そしたら一通り紹介させてもらえたと思うので、今日はここまでにさせてもらっちゃおうか。ではでは、ご視聴ありがとうございました。